プランダラは、水無月数による日本の漫画作品。月刊少年エースにて、2015年2月号より連載中。2021年5月時点で、累計発行部数は160万部を突破している。アルシア歴305年、激強を探す旅を続けてきた春菜は、ナナとリヒト=バッハに出会い、カウントについて知る。その後、春菜は、激強を詐称する男との争奪戦により、カウントを失ったが、リヒトに助けられる。その際リヒトが、戦劇の激強であることが判明するも、自分は、君の探している激強ではないとしてその場を立ち去った。軍に指名手配されたリヒトは、ホムホンの町で、ジェール・マードックとの戦闘になる。戦闘の最中にリー・メイが、崖から落下したことによってリヒトはその場を逃走し、リーンは、ジェールともにリヒトを追うことになる。その後、移動酒場に戻ったリヒトと春菜は、リヒトを追ってきたジェールと鉢合わせる。空を飛ぶという、アビスの悪魔に対して、リヒトが質問を受けていると、アビスの悪魔と呼ばれるヘリコプターが現れた。ジェールたちの協力によりアビスの悪魔を捕らえるも、そこに、リヒトの、かつての部下である、追撃の激追王、その腹水花と銃を持った部下が現れ、町の人々を皆殺しにしようとする。リヒトはそれを止めたが、暴走状態となってしまい、最終的にジェールによって止められる。ジェールはリヒトたちをかくまっていたが、アビスの悪魔との戦闘時に議会に手を出したことが、軍上層部に露呈し、ジェールがリヒトを連行しようとする。ナナはそれを止めるため、自身の能力によって、ジェールや、春菜たちを過去へと飛ばす。彼らが飛ばされた先は廃棄戦争前の日本。彼らは若き日の李非東子と坂入仁たちが通うことになる、軍学校の目の前に飛ばされ、そこに入学することとなる。恋の項は、テレビアニメ版の声優。2020年1月から6月まで、東京 MX 他にて放送された。リヒト=バッハ役の中島よしきと、春菜役の本線里奈による、ウェブラジオ、プランダラジオが、2020年1月7日から7月7日まで、音泉にて、各週火曜に配信。ありがとうございます。